ピーガバスワルが、ノミー・グリフォン、ウピーガバスワルが極みマルコ、ゴーケン打ちつかしまっていく。さあ、どっからクボが駆使して立ちまって、ガード出せるコーケン、コーケン、さあこれは打ち、コーケン近づいたが確実にダメージを取っていくマルコ、そこから勝利拳のスキルは投げかされてしまった。で投げ、なんだこれ。そこからさあ、はい、とマルコが恐れていくが、体力リードはマルコだが、これはわからないぞ。飛行圏はジャスト取れない、ジャスト取って、残り時間10秒。さあどうする、このままリードを守るグループか、それとも何かが下がって体力逆転になってしまうのか。刺さって体力逆転は、ところが効果上がってしまった。これは痛恨のミス、タイムアップ。最後挑発、ラウンド取るのは極みマルコ。さあ、ああ、そこから昇竜から青いショートゲン、体力をこっちに奪ってジャスサルゲン。さあ、そこから体力リードはマルコ結構あるが、さあどうするか、ウルボンゴは、ウルボンゴは大振り始まっていくが、なかなか近くにやってこない。ギリギリと周り調整して徐々に体力を沈めていっているが、なか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 体力が減らせない。よいしょ、何かな。さあ、ここからはどっちどっち中段から昇竜拳、勝ったのは極みマルコ。